球から取材記者が来ている。フリーのジャーナリスト、アンディ・ランダー氏だ。少々口うるさいやつだが、彼を乗せて飛行してほしい。これはクーリー准将の命令だ。戦闘機は過去に何度か乗っているそうだし、基本的なレクチャーは済んでいる。飛行エリアはお前に任せる。楽しい遊覧飛行だと思って相手してやってくれ。そう嫌な顔をするな。離陸時刻は1440以上だ。フェアリーコントロールよりビスリー一括進路クリア、発進を許可する。離陸許可だな。お手柔らかに頼むぜ。注意。よろしく頼むぜ。注意。なあ、注意は誰で飛ぶんだ。誰のためにかな。地球のためか、国のため、恋人のため、金のため、とにかく生きて帰るためか。無口だな。フェアリー2軍のパイロットは皆こうも愛想がないのか。何が起こっているんだ。フェアリー星ではよくあることなのか。なんだここは。フェアリー星じゃないのか。これはジャムの仕業なのか。俺たちを変な世界に連れ込んだとでも言うのか。おい、ケーキに何か反応してるぞ。ジャムじゃないだろうな。Thank you.
秒ほどレーダーからロストした。こちらでは空間の位置を察知している。直ちに撃走せよ。帰れたのか。空間の異常といえたな。やはりジャムの仕業だったのか。サプチュームのようだ。まさに妖精空間だな。信じられない。フェアリー、よし、よし、かつレーダーも間もなく偉い。無事に帰れて何よりだよ、注意。まさかジャムか。本当によく帰ってきた。雪風は約30秒間完全にこの世界から消えていたんだからな。やはりあれはジャムの作り出した亜空間だったのだ。セントラルコンピューターはこの空間を不活戦域と名付けた。今回の情報は極めて貴重だな。そういえばランダーだが国に帰った。あの男がどういう記事を書くのか気になるところだ。お前のことは何と書かれるだろうな。